1946年頃のカジキ町の地図、カジキ町は、鹿児島県の中部にあった町である。アイラ郡に属していた。2010年3月23日付で、同じアイラ郡のカモウ町、アイラ町と合併して、アイラ市となった。鹿児島県中部に位置し、南側を鹿児島湾に面している。海に近い南部は、西側から別府側、網。 掛川、引き山線が流れて、鹿児島湾に注いでおり、これらの河川の形成した、中石平野が一体となって、姶平野を形成している。この平野部は隣接する姶良町南部ともつながっている。この南部平野地帯に、中心市街地が形成されており、鹿児島市からの交通の便が良いことなどから、ベッドタウンとして発展している。北部は13塚原と呼ばれる白スで形成された。 大地が広がっており、霧島市との境界にかけて、は作さく地帯となっている。カジキという地名は、船の舵を置いておいたら、そこから、芽が出て、木が生えたという、ダノキ伝説に由来する。ここから、ダキ、ダジョウと呼ばれるようになり、やがて、カジキになったとされている。カジキ町、カリア町にはこの伝説の木に由来するとされる、クスの木があり、その向かいには、ダジョウ小学校がある。 町の木も楠の木である。平安時代頃からこの地域を支配していたのは、大倉市の一族とされるカジキ氏であった。当初は日、小山付近を拠点とし、後にカジキ城を築いて、本拠地としている。資料の形成過程で、大隅ただし八万宮への寄進を経ており、中世には、聖夜渡宮領であった。南北朝から、戦国期になると、この辺りは、 騒乱の場となり、加茂に本拠を置く我モ氏、調査に本拠を置く平山氏などと共に、互いに同盟したり対立したりしながら、島津氏との勢力争いを繰り広げていた。1496年に、前年の平山城をめぐる攻防の結果として、島津忠政が、カジキのカジキ休兵を平定して、カジキ氏によるカジキ支配が終焉した。しかし、島津氏による、 カジキ支配は安定せず、自党に敗した伊地知茂沙田も1527年5月に島津市に背いた。島津市はこれを討伐したが、その後に溝辺里から肝付県園が隙をついて、カジキを支配するようになった。1549年に伊従院忠明に命じて、カジキ攻撃が行われ、肝付市は島津市に降伏してその敗下となった。以後、 4代68年にわたって、島津支配下の肝月氏による家ジキ統治が行われた。豊臣秀吉による九州征伐の結果、一時的に家ジキは、秀吉の蔵入地とされ、石田三成がその代官とされた。これによって1595年10月26日に、肝月氏は、キーレへ移った。しかし、文読、慶長の役の出兵の功績として、 1599年1月9日に、倉入地が返還され、カジキは再び、島津市の領地となった。また、朝鮮半島から島津義弘が連れ帰った、職人により、現代に伝わる竜、文字焼きの窯が開かれた。島津義弘は、現在のカジキ高校の位置に、カジキ館を築いて住んだ。カジキ雲合戦の発祥にも義弘が関わったとの伝承がある。 江戸時代には、1625年7月15日に、島津家久の第三次、島津忠明が家事記に入り、島津市の一族中で、最も価格の高い一門家である、家事記島津家の初代となった。以後、家事記は幕末まで、家事記島津家の資料であった。江戸期には、高井田、引山、小山田、團土、木田、 西別府の6つの村でカジキ里が構成されていたが、高枝は後に木田に統合されている。カジキは、薩摩街道の大口筋と高岡筋が分岐する交通の要所で、アイ良軍方面から鹿児島へ向かう人家の多くが、カジキから船を利用していたことから、その拠点として大きく繁栄し、アイ良軍の中心都市であった。明治になると、一時的に、都の条件に属したり 1889年4月1日町村静止行により、アイラ半戸村、引山村、小山田村、北村、西別府村が合併し、カジキ村が発足した。1901年には村内を通る鉄道が開業し、カジキ駅が設置されたが、これにより陸海の交通の接続点としてのカジキの賑わいは一時的に衰えることになった。しかし養蚕と静止など、新しい 1912年6月1日には、鹿児島県で最初の調整を施行して、カ事キ町となった。第二次世界大戦に際しては、空襲を受けて大きな被害を出した。1945年4月26日の第一回空襲では、約16.5ヘクタールを消失し、死者17人を出した。さらに、同年8月11日には、 第2回空襲があり、約65ヘクタールを消失し死者26人を出した。これにより、カジキ市街地は広い面積にわたって消失し、観光庁もほとんどが消失した。対戦後は焼け跡を整理して、現在に見られるような外区が形成されることになった。また、カジキ港で街地からの引き上げ者の受け入れが行われている。対戦後は、行政改革のために、 行政区域の再編が行われ、まず1947年8月1日に、溝部紫森の長瀬集落を大和引山に編入した。また、カジキ町内に存在する山田村の飛び地であった、辺川を1952年10月10日に編入した。この時同時に、溝部紫森の長間集落も小山田に編入している。2010年3月23日付で、 加モ町、ア良町と合併して、ア良市が発足した。1889年町村制、施行1912年6月1日町政施行ア良市発足時に、解消し、ア良警察署となっている。加モ町、ア良町と合同で、ア良軍政部消防組合を結成して、その消防本部が木田に所在していた。ア良市発足に伴い、ア良市消防本部となっている。 農業は水田稲作がほとんどで、他に野菜の栽培などを行っている。伝統的な薩摩焼きである竜、文字焼きの生産が小山田地区で行われている。カジキ町の役場周辺に商店街が立地しているが、国道10号周辺に新興の大型店舗が進出してきている。短期大学高等学校中学校、小学校特別支援学校かこの人口は以下の、 通り中心駅は、カジキ駅。一般路線バス高速道路、一般国道主要地報道。ありがとうございます。